どうもこんにちは、なっちでございます。3月の1日です。もう8周年から、いや9周年だっけ、9か周年からもう、10日近く経ったんですね。なんかそれはそんな時間経ってないなっていう感じがするんだけど、この前2月入ったよなっていう感じはしますね。今回はスペシャルなのかな。はい、来てます。新錬磨の闘技場、テクニカルバージョンに変わってますね、錬磨がね。詳細見てみましょうか。1週間限定で置かれてまして、なんと初クリアでプラス9999。これはうまい。なんでぜひともクリアはしたいとこですね。ダンジョンをクリアするたびに、1800万モンスター経験値と道中でドロップする宝玉、操作時間延長プラスなど。なめとんのかって、操作時間延長プラスをここにピックアップするなと。まだ攻撃強化プラスとかの方がね嬉しいよね。操作時間延長もな、なんか1個で 0.5 とか伸びたらねいいんですけどね。はい、ということでやってみましょう。で、多分ね、内容変わってないんですよ。内容変わってないっていうか、そのボスは変わってないと思うんで、バナーが確かねベロワッチだった気がするんだよね。ベロワッチなんで、ボスが魔女ってことは変わってないと思うんで、今回ね、はい、17万の女ティオレちゃん召喚です。悪魔キラー3つに10コンボ強化あるんで、無効貫通を組まなくとも火力にかなり期待ができます。で、この編成はめっちゃスキブが多いんで、アルテミスの聴覚性を一回雲にしちゃいましょう。はい、素直でよろしい。で、まあ初見ダンジョンっていうのか、まあ曖昧なとこではありますけど、多分ね敵スキル使ってくるんですよ。ノマダンではないんで今回は。で、初見ダンジョンに挑む際にホロネを使ってはいけないと、ルシャナ降臨で私は学びました。2、3回とかに吸収無効いると、まあ劣化もそうだよね。ホロネがさ、たまんないじゃん。で、積むって可能性もなくはないと思うんで、今回は伊之助でいきましょう。赤いの怖いよね。どれぐらいの難易度を指してんだろう。でもまあ、レベル上げのダンジョンだから周回できる難易度ではあると信じたい。いきましょう。今回はティオレドロップにしてみました。うわ、硬そうだな。そうだ、こういう奴らがいるんだったな。完全に忘れとったけど、特に先制攻撃とかはなかったんで、まずはぶっ放してみようか。チャリンコ、あ、アルテミス属性吸収あるかな。あってからじゃ遅いよね。使っとくわ。あ、使えないんだ。そうですか。先に使うべきでしたか。すまんな。君のスキルが使えないことも理解していないプレイヤーですまんな。あれ意外と普通だ。1111みたいなね、パターンを。何もしたくない。わー、面倒だな。うわーうわー、スキブが1個少なかったなってやつやな。でもティオレちゃんが今回は回復できますので、これ使って喋るんだね、アストロとか。ちょっと嬉しいね。早速覚醒無効ですか。なかなか周回は大変そうだ。ってことは根性とか超根性もあり得るんだよね。厄介です。これはこれは厄介です。しかし悪魔タイプには滅法強いこのパーティー。なでこも悪魔キラーを持っています。うわ、怖怖いっていうか、新しいドロップにするとやっぱ見にくいな。下のお前だろって話だけど、奇世界ドロップ見にくい男なんですよね。奇世界ドロップ見にくい男って意味がわからんね。意外と柔らかい。意外とそんな硬くない。大いなる守護。うわ、かぶりやがったし。せっかくなら違うバージョン見たかったんだけどね。じゃあ、これはまあボスの辺で使うとして、軽めの目覚めをつけておきましょう。まあ、遅延を狙うっていう手もあったんですけどね。遅延をあえて狙って属性吸収が奥の方にいたら困りますから。っていう手もあったんですが、てかあれですね、キャラクターは変わってないっぽいですね。今まで錬磨にいたキャラクターにスキルをつけましたみたいな感じだと思います。うわ、出て、うーわうーわだな、それは。いやー、使っちまったで。やっぱりこいつ性格悪いんだよな。早速だって、これゼロコンボだもんね。ゼロコンボでツムツムだもんね、きっと。火力多分やばいっすよ。錬磨のノマダンのステータスが残ってるか分かんないけど。
さすがに残ってないかな。まあ一応こっちでどうにかしましょう。まあ一応これ使ってどうにか。いや、ロミアも溜まってたのか。何をしたんだ今のターン。え、これ積んでない？ああ、ああ、ああ、あ、救われたかもしれん。なでこで変換ができる。しかしだな。だよな。なるほど。火はあえて取っておくべきだったか。火をじゃあ今回僕は取っておきます。3つ。4つはないよね、さすがに。ここで決めんと負けそうだ。初見ラファエルに負けましたわ。ちょっとあまりにもダサいっていうか、悔しいっていうか、もう尊厳っていうかさ、プライドがさね、なっちゃうから倒します。じゃあな。いや、にしても状況がやばいこと。うーわ、やばいやばいやばい。あ、次溜まりますね。じゃあ一旦ここなでこで、どうにかしまして。いや、これは厄介ですね。スキブが多すぎて逆に痛い目見てますね。アスタロとアルテミスで対策して、ティオレちゃんをあそこで撃てればよかったわけですよ。そういうことですよ。で、シバさんなわけですよ。ダムルーなんすよ。いや、さすが耐えれそうだけど使うわ。いや、もう一回来るとかありそうだな、普通に。てか盤面がひどい。まあ、ダンジョンのバナーが赤いだけありましたね。ちょっと難しいよっていう雰囲気はあったもんね。これはペナルティだよね。シバさんの相方っていうか、シバさんじゃない場合はパールちゃんかな。確かそんな感じだったよね。パールは吸収とかしてくるんですかね。サオリ？LINE が来てしまいました。これはペナルティだよね。で、金玉。え、金玉6ターン。6ターンは怖いって、絶対硬いやん。ここに来てガッチガチ？ある？可能性。どうでしょう。ガードブレとかないですからね。あ、大丈夫でした。逆に多色の方がね、そのガドブレがあって倒しやすいよみたいなパターンも想定したんですが、やっぱりね、思ったほど硬くない。ただラファエルは鬼畜っていうさ、難しいとこですよね。カリンちゃん倒しました。10階が魔女だよね。うわー、魔女が喋んの怖い。無効化、無効化いいんですか。めちゃくちゃ火力出ると思いますけど、いいですか。でもこれ、メノアみたいに体力ガチガチに多いパターンだと、無効貫通がそもそもこれティオレしかいないんで、このパーティーティオレ一人で倒せる範囲じゃなかったらやばいんですよね。まあ試行回数は多い方がいいか。これはペナルティ。まあ多分目覚めなくてもカンストは間違いない。で、色もある。いけるんかい。絶対一人でやっとるやん。あえて嬉しいなら貴様らはさ、遅延をしてくるなよ。なんなんだよその行為。そのあえて嬉しいとか言われちゃって情が湧いてんの、まさか君たちは。そんなんじゃダメですよ。ぶっ飛ばしてやんな。はい、せっかくならちょっとレベル上がってないキャラ持ってくんのもありだったかもね。ドロップはまあ高速周回できるんだったら美味しそうって感じですね。まあ、なんといってもやっぱこのプラスですよ。これがね、めちゃくちゃうまいと思うので。で、ダンジョン内容もラファエルぐらいかな。で、このダンジョンは大抵その裏がいるんで、基本あの素材以外は2択なんで。今回会ってない、例えば、パールちゃんだったかな？とか、ドゥルガーとかもいた気がするんで、ドゥルガーはいたかな？ドゥルガーちょっと怪しいわ。なんか、その何択かあるんですよ。魔女以外はほぼ2択だと思うんだけど、魔女はまあ5択もあるんでね。まあ僕の見てないギミックもあるかもしれませんが、難易度は、まあそんなに高くはないんで。まあぜひぜひ、プラスにお困りの方は挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、最後にティオレちゃんを狙って終わりましょう。案外ね、こういう時にポロッと出たりすんのよ。ポロッと。私はそれを信じている。何も見なかった。皆さんは何も見ていない。虹メダルの破片を見た。はい、お疲れ様でした。